ってみせろよマフティ。なんとでもなるはずだ。ガンダムだと。ゆっくりしていってね。というわけでアモングアスをやっていきますよ。お相手はウプ主代理こと若杉姫ですよ。くるー。場所はヤーシップでお送りします。このスポーン地点毎回わけわかんなくなる。あるある。さて一応ゲームの説明を。戦わなければ生き残れない。そんなゲームです。俗に言う人狼的ゲームですね。クルーはこんな感じでですね、タスクをひょいひょいとこなしていくのが。邪魔すんじゃないよ。こうなるとタスクはやり直し。あるある。腐るローラー。はぁ、あ、え、はや、ミリアルー。あのキルクールタイム稼ぎで押したんですけど、なくなっていました。あらまあ。あの情報あるんですけどいいですか。どうぞ。ミリアルさんとサナエさんが追いかけっこしているのをカメラで確認しました。おやおや。エンジンルームからメインに向かってました。じゃあサナエさんだ。サナエかな。ミリアルさんと一緒に行動しようとしたら、もう見捨てられた。うん、でも怪しい。一番怪しいと思います。私が怪しくなっちゃった。カメラ見ていたなら自分見てないですか。あの、私倉庫室のところでダンスしていたんですけど。なんで踊ってんの。何ダンスしてんですか。あー、ごめんなさい、エンジンの方ばっかり見ていました。しばらくして。やっぱりサナエさん怪しいですよ。あとは頼みましたよ。サナエが追放された。さーて VV タスクこなしちゃいますよ。今回このメンバーは視聴者さんや Twitter で呼びかけてきてくれた人でお送りしています。普段はピクミンの動画を投稿していることもあって、見た目をピクミンっぽく合わせてくれています。これはまがうことなき平和村ですね。まあ初日にオリマーっぽい見た目の人を釣ったんだけどね。さーてアドミンで人員確認しちゃうぞ。みんな移動しているから誰も死んでいないのかな。平和的でいいですね。おっと、緊急タスク。近場ですのでちゃちゃっと直しちゃいましょ。オブリガート。死にすぎやな。補足するとこの日彼女は毎回早く死んでいた。早いっすね。発見はどこですか。昇降機左側でした。昇降機左。昇降機右側にあって左側には行けなかったです。わかんないな。おのおの現場を説明するも確定的に怪しい人は出ず、この会議では誰も釣られなかった。さーてタスクをふんふんこなしちゃうぞ。あー、通信妨害直ってないのね。でもどうせ誰かが直すでしょ。すべてを他の人に投げちゃいましょ。あー、昇降機左側だ。あら、アリアルさん、私は白ですよ。怪しくないですよ。めっちゃついてきますね。これもしかして私危ない？あれ素通りしていった？クルーメイト側なのかな？今度は停電だ。ここで殺されなければアリアルは白だと言えようぞ。平和。となると怪しいのは。誰じゃろう？まったくわからん。ジーマーでわからん。おう、霊夢さん仲間？お主仲間？平和村だ。はい、どうしました。今会議終わってからアーカイブから出たんですけど、下からワカサギ姫さんが出てきたんで、ベント使って出てきたんじゃないかって思いました。あれ、私が疑われている？お、おやおや。いや違うんですよ、違うんですよ。これあの語弊がありまして、これ下行ったんじゃなくて、左端行って左に昇降機あるなって確認して右側に戻ったんですよ。でもさっきアーカイブ行った時いなかったですよ。いや私資料室から。お、インポか。違う違う違う。ちょっと整理させてください。どういうことですか？状況整理中。その情報が正しいならかなり黒くない？それ。これは笠木姫さんに入れればいいんですかね？いや私じゃないんですけど。でも青色さんも多分白側の人だからローラー提案も違うよな。あってもタスクやりやすくなるから釣ってもらうのもありかな？多分僕釣ってもインポスター一人やれてるならタスク勝ちできると思うんで、全然釣っても大丈夫ですよ。これでローラーの流れにはならないはず。本当に釣っちゃっていいんですか？釣っちゃえ釣っちゃえ。でも兄に釣らない方がいいんじゃ。でももうみんな票入れちゃっていますよ。時すでに遅しですね。じゃあタスク頑張るんで皆さん、頑張ってください。さてさて、無実の罪で釣られてしまったわけですが、タスク勝利を目指してやることをやっていきましょう。あれよく見たら全然タスク終わってない。全員合わせて半分以上余裕であるぞ。もしかして会議で釣られるのまずかった？まずいかも。グレイメに見てもらって二人行動を促した方が良かったか。後の祭りってことでタスク徘徊に専念しますか。
いや、ワカサギ姫ちゃうんかい。会議は難航しスキップする流れとなった。誰も追放されなかった。死んでしまっては仕方がない。タスクをしましょう。タスクしかしてねえな。ちなみに幽霊部屋ではインポスターを応援する流れになっていました。一インポスターだから応援しちゃいますよね。平和村だ。さて、全体のタスクが全然終わらないということは。敗北。というわけで今回は見間違えられてしまった試合をお送りしました。次回はインポスター編です。次回も見てくれるよって方はいろいろお願いします。もろもろお願いします。ではでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。